はい、どうも皆さん、こんにちは、ゼッコです。それでは今回なんですけども、楽天ゴールドカード SPU がプラス4倍から2倍に変更へ、年会費の返金方法やカードの切り替え方法も解説ということで、本日ですね、すごいちょっとツイッター上で話題になってたんですけども、楽天カードについての話題ですね。現在、楽天のゴールドカードを所有されている方はですね、特に重要かなと思いますので、サクッとお伝えしていこうかなと思います。それでは、行ってみましょう。まあ今回こちらですね、楽天のゴールドカードということなんですけども、僕もね、随分前に何度か動画で上がったことがあるんですが、まあ楽天経済圏を利用されている方は結構重宝されている方多いのかなと思います。まあ僕自身もですね、楽天ゴールドカードの JCB を使っております。今回はこれのサービスの改定というのがありまして、実際にどういったものが変わったのかっていうところをですね、ちょっと公式ページを見ながらお伝えしていきます。ということで、今回の公式ページなんですけども、こちらですね、楽天ゴールドカードサービス改定のご案内ということで、まあ、今回ここ、2021年4月の1日より、楽天ゴールドカードのサービスが変更となりますので、ご案内いたしますということですね。まあ、ここほんとびっくりしたんですけども、この2021年4月の1日より、楽天市場にて常時開催されております、スーパーポイントアッププログラム、以下 SPU ですね。ポイント倍率変更に伴い、楽天市場での楽天ゴールドカード、家族カードを含むご利用特典ポイントプラス2倍期間限定ポイントを終了しますということですね。まあよく聞くね、この SPU というところなんですけども、まあこの部分ですね、スーパーポイントアップのプログラムなんですけども、最大でもまあ16倍まで上げることができるっていうのでね、楽天経済圏利用されている方であれば、もうご存知かと思うんですけども、まあ僕の場合はこの SPU はこの楽天会員、楽天モバイルで今お伝えした楽天のゴールドカードこの4倍で1倍で楽天証券と僕楽天市場のアプリ使ったりとか楽天パシャ使ったりするので、まあ大体僕のポイントアップは大体9倍ぐらいで保つことがまあ多いんですけども、今回変わるのはここですね。楽天ゴールドカードの4倍の部分が、この2021年3月31日までは楽天ゴールドカードを使って楽天市場で買い物したらポイント4倍なんですけども、なんとここですね、2021年の4月の1日以降に関してはなんとポイント2倍に変わるということになります。まあ正直なところね、この楽天ゴールドカードを使ってる理由っていうのは、もうほんとただ単にこのポイントアッププログラム SPU を上げるために持ってるって言っても過言ではないっていう感じなんですよね。それ以外の特典ってまあ実際にどんなものがあるのかってちょっと見ていただきたいんですけども、まあこれがね、公式ページの比較表ですね。まあ結構シンプルでわかりやすいです。年会費が楽天ゴールドカードが税込み2200円で、通常カード無料。で、プレミアムカードが税込み11000円ということですね。まあ普通のクレジットカードの還元率としたらもう横並びで 1% 還元なんですよ。あとはこの空港ラウンジが年2回に使えるっていうぐらいで、まあカードの保険とかもあるんですけども、正直なところ、あまりこのカードの魅力的なところっていうのは、この SPU を上げるっていう部分ぐらいかなって正直なところ思ってたんですよ。で、ゴールドカードにしたらまあ年会費は安いかなっていう。けど今回はね、この魅力的な4倍の部分がこの2倍に変わるっていうことなので、ここの通常の楽天カードと変わらないんですよね。なので、これを機にもう普通の楽天カードに僕は今回戻そうかなというふうに思ってます。で、ちょっと続きがあるんですけども、このサービス改定に伴い会員様のご希望に合わせて各種お手続きを受けたまっておりますということなんですけども、例えばここですね、2021年の1月14日までに楽天ゴールドカードに入会いただいた会員様につきましては、年会費について返金請求停止をお申し込みフォームにて受けたまっておりますということですね。なので、もしですね、該当する期間で楽天ゴールドカードの年会費とか払ってる方がいらっしゃったら、一応返金の対応もしていただけると。まあ、このページには出てないんですけども、今回のタイミングで楽天の通常カードに切り替えることができたりとか、この楽天のプレミアムカードに切り替えることっていうのができるので、ちょっとこれは後ほど僕が実践してみたいと思います。まあ、もしですね、まあ、この SPU4 倍を変わらず今後も使い続けたいということであれば、この楽天のプレミアムカードを使っていただく必要があるんですけども、ここですね、ポイント4倍は変わらず使えるんですが、やっぱり引っかかるとここですよね。年会費税込み11000円っていう、まあガチで楽天経済圏を使ってる方であれば、まあこれをペイするぐらいね、利用される方いらっしゃるのかなと思うんですけども、それ以外の方に関しては、正直そこまで無理して、このプラス4倍を狙ってまで年会費を払う必要っていうのはあるのかなってちょっと引っかかるとこではありますね。まあもちろんね、この SPU 以外にも、まあここにも出てるようなサービスっていうのも受けたりとかもできたりとか、あとは国内の空港ラウンジがゴールドカードの場合は2回までだったんですけども、それがまあ無料で使うことができたりとか、まあ制限は特にないですね。あとここもありますね。海外の空港ラウンジのプライオリティパスが無料で使えたりとかもできるんですけども、まあ今ね、このご時世なので海外に行くこととかもほぼほぼできないというような状況なので、まあこのプライオリティパスを狙ってプレミアムカードに切り替えるっていうのは、今ちょっとタイミング的にもなん何とも言えないですよね。なので僕の場合は今回はこの楽天ゴールドカードから楽天カードに実際切り替えてみたいと思います。ってことで早速ですね、それぞれの手続きをやってみたいと思うんですけども、まずは専用のリンクがありますんで、そちらにアクセスをしていただきまして、まずこのページが出てきます。で、画面を下に下がっていただくと、ここに年会費の返金申し込み等の手続きというところがありますんで、ここをタップしてください。そうすると、普通にログインが出てくるんで、ここでご自身のログインの ID とパスワードを入力してログイン化をかけてください。で、うまくログインができましたら、ここにですね、楽天ゴールドカードサービスの改定のご案内というところが、メッセージで出てますんで、ここをタップします。そしたらですね、先ほどとちょっと似たような画面が出てきます。楽天ゴールドカードサービス改定のご案内ということで、下に下がるとちょっといろんな情報が出てるんですけども、まず順番踏みたいと思いますんで、ここですね、支払い済みの年会費の返金についてということなんですが、まずここが重要となってくるんですけども、2020年5月以降に適用開始の年会費についてということで、2021年4月以降、月割計算での返金請求停止をご希望の会員様ということなんですが、僕の場合は2020年5月以降に適用開始の年会費に該当するのかなと思いまして、先ほどちょっとね、請求の履歴を見たときにちょうど年会費を払ってたので、おそらくこれに該当するかなと思います。ちょっとね、実際に問い合わせて確認しようかなと思ったんですけども、メールのフォームっぽかったんで、とりあえずまずちょっと僕の場合は手続きをしてみたいと思います。ちょっと自分の年会費がどうなってるのかっていう確認する方はですね、問い合わせのフォームがこの画面の中にあったので、ぜひそちらから確認をしてみてください。で、詳細も出てますね。2021年の1月から2021年3月31日23時59分の期間中にお申し出をいただきました。後、サービス改定となる2021年4月1日以降、返金手続きを行わせていただきますということなので、とりあえず今は申し込む段階ということですね。で、早速やってみたいと思いますんで、下に年会費返金のお手続きという項目があるんで、そこをタップします。そうすると年会費返金のフォームが出てきます。で、下にですね、いろいろ入力フォームとかあるので、そこをいろいろ入力していただいて、うまく画面を進むことができましたら、手続き内容確認の画面が出てきます。で、もし内容に問題なければ、ここの送信するというところをタップしていただきましたら、ご覧のようなお問い合わせ完了という画面が出てきます。で、続きまして、今度は楽天のゴールドカードから普通の通常の楽天カードに切り替えてみたいと思います。実際にこんな感じですね。僕が今楽天ゴールドカードの JCB を使ってるんですけども、通常の楽天カードに戻すということをやってみたいと思います。内容としたらこちら、2021年1月14日から2021年3月31日23時59分の期間中にお申しをいただきました後、サービス改定となる2021年4月以降移行手続きを行わせていただきますということですので、とりあえず今は申し込んでおいて、それがサービスが変わったと同時に順次多分移行手続きを行うという感じですかね。で、早速切り替えてみたいと思いますんで、楽天カードの申し込みというところをタップします。そして、いろいろちょっと情報をですね、了承するとかいうチェックを入れたりとか、そういった画面があるんですけども、そこの入力をうまくいって、今出てるのは一応確認画面ですね。で、ここを見て特に問題がなければ、ここですね、送信するというところをタップしていただきましたら、これで問い合わせは完了ということになります。なので、とりあえず今のこの手続きで、年会費の返金の手続き、なおかつ、通常の楽天カードに切り替える申し込みを行ったということですね。僕の場合は年会費については、払ってるんですけども、これがね、うまく戻ってくるかどうかってちょっと気になるところではあります。ということで今お伝えしたことを簡単にまとめさせていただきました。楽天ゴールドカードのサービス改定についてということなんですけども、とりあえず2021年3月31日まで楽天市場の SPU はプラス4倍で使うことができます。なのでね、3月までに例えばそのお買い物マラソンであったりとか、楽天のスーパーセールとか、そういったものを利用してお買い物される方はこの3月31日まで、思いっきりって言い方は変かもしれないんですけども、お得に利用するのがいいのかなと思います。で、それ以降に関してですね、2021年の4月の1日から楽天市場の SPU がプラス2倍になるということですので、ここの期間は本当に間違いないようにしたいところですね。そしてすでに支払い済みの年会費返金の手続きに関しては、先ほどお伝えしたように2021年の1月14日から、本日ですね、2021年の3月31日までとなってますんで、もし該当する期間で年会費払ってる方がいらっしゃいましたら、この動画を見た後に返金の手続きを行ってみてもいいのかなと思います。で、もし自分がそれに該当してるかどうかってわからない場合は問い合わせのフォームがその専用のリンクの中にありましたんで、そちらもぜひ確認をしてみてください。で、あとこちらも同じ期間ですね、楽天カード、通常の楽天カードに切り替える申し込みの期間なんですけども、2021年の1月14日から2021年の3月31日まで。で、移行の手続きに関しては2021年の4月1日以降ということになります。なので、返金の手続きと同時に行いたい方は今のうちにサクッとやってみるのがいいのかなと思いますね。もうものの2、3分ぐらいでできました。まあそんなこんなで今回は楽天のゴールドカード SPU が4倍から2倍に変更されるということについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあ僕のね動画を見てくれてる方にであればご存知かと思うんですけども、まあ僕の場合は去年ぐらいの年末ぐらいですかね、それぐらいから楽天経済圏で結構すごそうだなと思って使いを始めて、この楽天ゴールドカードのプラス4倍っていうのは結構強いなというふうに思ってた矢先、まさかね、今回の規約が変更されたということになりますんで、まあ変更される予定ということなので、今後実際にですね、この楽天サービスを思い切り使うかどうかっていうのも結構悩みどこではありますね。まあ随時ね、こういったサービスの規約の変更とかがあれば、また改めて動画にしようかなというふうに思っておりますんで、今後もぜひ見ていただければなと思います。今回お伝えした公式のリンクに関しましては下の概要欄に貼ってますんで、そちらもぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。